夜はきついわ、やっぱたけし。一回寝て、朝にしよう。朝の方が一番いいよね。うん。あ、どうした？なにこれ？ちょ、それは聞いてないよ。ちょ、このパターン何？ちょ、これ食らうの？ちょっと、スタミナ。これ食らうの？食らうの？ねえ、武器。ちょっと、やばい。追いつく。これ、足が速い。この人足が速いから、スタミナ回復できないんですよ。歩いてて、走るとスタミナ減るし、ちょっと、スタミナ回復させようと思って歩こうと思うと、これ追いつかれる。ちょっと指、たけし、早く、たけし、私が、ジャンプ、やばい、追いつかれる、スタミナ使えないし、弓引けないし、よし、これ一応減ってる、痛い、18、やばい、あー、ダメ、そこでパワー使ったら、いや、しゃあない、いいんだよ。じゃあ、たけしが鹿パワー使うと、私も一緒に同じポージングしちゃうから、動き止まっちゃうんだよね。よかった、ベッド置いといて。とりあえずすぐ横で復活するんですけど、これ問題はこれだよね。ちょっと回収できるかな。ちょっとここどこだ。ちょっと暗い。どっちが出口だ。どっちが。ああ、出れた。どこ。大丈夫たけし。まだ生きてる。たけし、頑張って。ちょっと待って。私、回収。よし。はい。ご飯食べて。はい。服着替えて。急いで。どこ行った、たけし。まだ戦ってる。頑張れ。ちょっと待って。今着替えて。今行く。オッケー。よし、弓を持って。ちょっと画面暗いですけど、ごめんなさいね。ちょっと、たけし、あ、こっちか。オッケー。今行く。ちょっと、毒がいっぱいいる。毒もいっぱいいるし、たけしはどこまで行ってんだよ。え？山ギリまで行ってる。ちょっと、そこまでたどり着けるかどうかが問題で、そもそも。はい、こっち行くから、今行くから、頑張って。削ってる、だいぶ。ナイス。倒せんのか。一応弓、HP 削れてたもんね。一応倒せないことはなさそうだけど、ガンガン行って、どこにいる？おい？タクシーいなくない？あー、いたい、上飛んでる。上飛んでる。はい、うおっかねー。ささ始まりました。本日も父さんとたけし君と一緒にお送りいたします。沼地でもう亡霊にまさか出会うと思わなかったバルヘイムのお時間がやってまいりました。いや、やられましたね。いや、まさかあんな亡霊みたいな幽霊あれ出てくると思ってなかったんで、まあでも一応物理攻撃は当たるんですね。で、まああの後ですね、まあ一応ちょっと長老の島にある沼地はいろいろ探したんですけど、石像とかも特になかったですし、まあ、次のね、あのボスの居場所が分かるなんかこうあるじゃないですか、漢字テストみたいな、あの石像もなかったですし、まあ一応私たちあの長老の方の沼地以外にもですね、この今の私たちの拠点が立っているところの下の部分にある大陸の沼地も1個発見はしてるんで、次そっちの沼地を中心に探索行こうかなと思ってるんです。ここの真ん中が私の拠点でしょ。で、左が長老で、この下のところにも沼地があって、ここ行ってないんで、ここまでちょっとこっちはポータルないからもう船で行くしかないんですけど、ちょっと拠点から船出して下の方まで行って、まああわよくばこっちの方でポータル設置しても全然 OK なんで、下でポータル設置するのはありですね。よし、やっと着きましたね。これはいい、まあまあの距離あるからね、これで。今回はちょっと沼地に船横付けするとまたちょっと危ないんで、ちょっと手前のこの黒い森に来ました。で、ここの近くにあの仮居あるんで、ここで一回ちょっと体勢整えてから沼地向かいましょうか。やられた。どこ、ここ、うわ、何これ、うわ、変なのいっぱいある。何これ、湧いてるよ。ちょっと待って。え、たけし、湧いてる。ちょっと、たけし、湧けるでしょ。あの、すぐ、あの、別のところで湧けると思うんですけど、ちょ、まずいんじゃないこれ。あれ、これまずいね、なんか。ねちょっと、いっぱい湧いてくるけど。これ、あ、真ん中？ん？
真ん中のモヤモヤしてるところを壊さないと、あーたけしまたやられた。ちょっと待って、回収できない。ちょっと待って、これなんか二足歩行のおじさんがすごい、ひげおじさんがすごい追いかけてくる。だね、そのモヤモヤしたところを壊すのね。はい、あそこね。オッケー、これ、ちょっと待って、ちょっと追いつかれる、スタミナ、ちょっとたけしの遺品が、これ紫は、スカルね。はい、オッケー、それスカル壊した。で、緑のモヤモヤしたところは、おじさん、あーそっか、緑でモヤモヤしたところを叩かないとヒゲおじさんが無限に湧いてくるってことね。ちょっと待って、これ脇ポジか、脇ポジね。あ、これ、ちょっと待って、これ一回ちょっと、おー、やばい、スタミナむず、これスタミナ管理ゲーだな、マジでめちゃくちゃ難しい。いや、引っかかる、痛い、ちょ、まずちょ、弓矢打ってくね、弓矢を、分かれてる、役割分担してるの。ヒゲのおじさんと、スカルの軍団がとりあえず、紫のモヤモヤを倒したよ。で、次は緑もやもやね。よ、ちょっと壊したい。2箇所ある。どうする。お前たちに脇ポジがあるように、私たちにも脇ポジはあるんだよ。何度やられてたって、何度でも蘇ってやる。行くぞ。シカパワーで、お前たちの脇ポジを燃やしてやる。何回やられるんだこれ。ちょっと待てよ、これで私も考えたんですよ。ちょっとたけしも何回やられる、これ何回やられないの。これでちょっと弓矢でこれ燃やす。これでこの火だめを入れて炎ダメージを与えれば削れるんじゃない。ほら、頑張れ、炎ダメージ、頑張れ。ちょっとよし、一人撃退。ちょっと一人やっつけてもしょうがないですよ、また湧いてくるから。この緑色のモヤモヤをなんとか壊した。オッケー、1個壊した。たけし、1個壊した。やばい。スライムきたい、スライム来ました、スライム。もう1個壊したい。なんとか。この命に変えても、1個脇ポジを。いけ、壊れたか。よし。たけし、やったよ。2箇所とも脇ポジ壊しました。あとは、こいつらをやっつけるだけ。よし、もう脇ポジさえね、壊してしまえば、あとは消化試合だ。よし、おー、なんかトロフィー獲得しました。トロフィーを獲得したんだけど、ちょっと待って。あ、毒食らった。やべ、たけし、ごめん。たけ、毒。しかも、えぐい。しかも、えぐいぞ。これ毒。いや、でも、HP あるから、ちょっとワンチャンいけるか。ちょっと待って。7、8、6。いやー、ギリ。いけるか。ちょっと、ご飯。あー、もうご飯も食べるだけ、食べた。よ、6、5、よ、あー、セーフ。ドラウルなんとかのトロフィーゲットしました。危な。HP6。セーフ。なんでもこれで、あれ、制圧ですね。よし、制圧しました。よーし、一回ちょっとそこの小屋に、ベッド敷いたところに戻ろう。単体だったらそんなに怖ないですね。いや、団体で来るから、また来た。あの亡霊みたいな。え、どこ行った。ええ、たけしどうした。え、毒は、いきなり死んだ。なんで、え、どういうことわ、え、でも分けるでしょ、あの布団そこに分ける。え、なんで死んだのたけし。今いきなりあの ボディーバッグが残ったっていうか、あのたけし君だけになっちゃった。どうしたどうぞ。え、毒食らったわけじゃなくて、あのボールが、あ、いる、は、は、いる。ちょっと、ボール、たけし、ね、たけし、ボール、え、たけし、後ろにボールがいるんだって。たけしの後ろにボールがいる。ほら、たけしの後ろにボールがいて、ちょっと待ってよ、たけし、あの、それさ、ひょっとしてあのバグかなんかがわかんないんですけど、あの、たけし、あの、私の画面からはですね、ちょっと待って、取り憑かれてるよ、ね、あの、たけし、あの、背中にさ、あの、たけし君の画面には今何も映ってないらしいんですけど、あの、私の画面にはですね、あの、たけし、取り憑かれてるよ、たけしが、ねえ。ねえ、ちょっと、あ、やばい、毒食らった。違う。違うんです、あの、たけしさん、あの、私の画面にはね、あの、たけしさんが、あの、取り憑かれてるんですよ、ずっと。なんか、あの、亡霊と一緒になってるっていうか、いや、もう今ちょっと毒食らって私死んじゃいましたけど、あの、たけ
いや身にまとってるよ。ねえ、取り付かれたままです、たけしさん。どうすんのそれ。あー、どうで、アイテムも回収できなくなってるし、なんかちょっとこれサーバーちょっとバグってますね、たけしさん。ちょっと私はカバンの、ほら来ないで来ないで。すごい強そうだよ、たけし。すごく強そうね。すちょっとやべえ、たけしが守護霊身にまとってるわ。ちょっと待って。で、戦ってる時はちょっと忙しかったんで、ちょっとゆっくり見てらんなかったんですけど、これ私たちがさっき脇ポジあったじゃないですか。ヒゲのおじさんの脇ポジの奥に、これ見てください。ほら、やばいとこ見つけた。ここで使うんじゃないかなと思って、長老を倒して、ほら明らかに、はあ、クリピットゲート開けるってきましたね。いやー、ここか。ここで霊廟の鍵ってやつを使うのかな。よし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 、次なるダンジョン発見したんじゃないですかこれ。